マックス鈴木選手、川添選手、丁寧木下選手の3名によって繰り広げられる牛丼大食い対決三つどもえ頂上決戦。みんなね、こうコンスタントに1分1杯ペースで切ってるのやばすぎるんですけど、まあ、その中でもね、丁寧木下選手が今のところ抜けて早いですね。ここに来て再びペースを上げ始めました。これは話が変わってきます。どこにあるんだその体力は。最後わからなくなってきた。サムライティングをご覧の皆様、こんにちは、マックス杉でございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。そして今回ガオにスポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、スポンサードありがとうございます。これからもフードファイト業界を盛り上げるべく、皆様に楽しんでいただける動画を制作していきたいと思っております。今後の活動についてですが、フードバトルクラブのような規模の大きい大会をこれからもどんどん開催していきたいと思っております。その中でぜひご協賛していただけるスポンサー様を募集しております。もしご興味のある方は概要欄にありますメールアドレスにご連絡ください。改めまして、今回スポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、本当にありがとうございます。そして私事ではございますが、この度なんと2回目の植毛手術を受けることになりました。詳しくは概要欄にあります URL から飛んでみてください。以上、皆様へのご報告でした。ぜひ持ってきます。もうキングのタイミングで。皆さんは大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、ではよろしくお願いします。お願いします。はい、5秒前4、3、2、1、スタート。さあ始まりました、最強の男たち、マックス鈴木選手、川添選手、丁寧木下選手の3名によって繰り広げられる牛丼大食い対決三つどもえ頂上決戦。ルールはね、非常にシンプルで、制限時間20分以内に牛丼1杯 350g を何回食べられるかを競うものなんですけど、なんだこのペースは。まだ開始1分経ってないのに、丁寧木下選手、マックス選手、そして川添選手もね、続けて一杯完食しちゃいましたね。制限時間20分って、まあ、確かにね、長くはないですけど、さすがにこのペースおかしいでしょう。普通の方たちなら、もうこのペースで食べ始めたら、おいおい、あいつ絶対後半でバレて死ぬわって思うんですけど、この方たちならこのペース維持したまま20分走り切りかねないのがね、怖いところですね。さあ、先ほどね、食べた牛丼の配送機、そう、シンプルなルールとお伝えしたんですけど、まあ、一つだけこう特殊な点がありまして、それはね、生卵の使用が認められているというところ。まあ、これはね、任意で使用可能なんですけど、まあ、使うと速度が上がる反面、総重量に換算されないため、まあ、単純にね、同じ配数でも食べる量が増えてしまうというメリット、デメリットがあります。まあ、卵1個あたりね、まあ、M サイズだとしたら大体 50g なんで、まあ、生卵を使用した場合、1杯あたりの重さは大体 400g。まあね、1杯で比べるとそんな大したことないように見えるんですけど、まあ、これがね、10杯も積み重なると、卵あるなしで総重量 500g。牛丼 1.5 杯分近くの差になるんで、結構でかいです。まあ、当然ね、ペースが落ちるのも早くなるんで、まあ、そのペースの落ちを考慮したとしても、20分後に卵を使った場合の方がいっぱい食べられるなら、まあ、卵使う方がいいですし、まあ、そうじゃないならね、こう卵なしにコンスタントに食べ進めた方がいいということになります。まあ、そこのね、判断が難しいんですけどね。ちなみに今回の3選手のを見てみると、まあ、丁寧木下選手と川添選手はもう最初のタイミングで全部の配数に対して卵全突破ですね。で、マックス鈴木選手は、まあ、最初にこう卵は入れずに、まあ、途中必要に応じて投入していくスタイルみたいです。まあ、この時点でね、すでに卵の使い方が分かれていて面白いですね。まあ、ちなみに先ほど申し上げたように、まあ、卵のね、重量っていうのはこれ総重量に換算されてないんですけど、実際に 550g あるんで、まあ、この方たちが食べている実際量っていうのは、この表示されているね、350g かける配数分ではなく、 400g かける配数分、さらにね、プラスアルファで水とかも入ってくるんで、このね、今表示されている量だけでも十分おかしいんですけど、まあ、実際に胃に入っている量っていうのはね、これよりはるか上という異常事態が起こっております。さすがね、これ頂上
頂決戦といったところですね。さあ言うてる前にね、開始5分経過、マックス鈴木選手と川大流選手がほぼ同時に5敗目を完食、そして丁寧木下選手が6敗完食しており、一歩リードしている状態です。みんなね、こうコンスタントに1分1敗ペースで切ってるのやばすぎるんですけど、まあ、その中でもね、丁寧木下選手が今のところ抜けて早いですね。これ結構ね珍しくって、まあ、丁寧木下選手って大食い王の時とかでもね、先行して逃げ切るというよりは、結構ね最初はスロースタートで、中盤以降は周りがペース落ちる中、一人だけ同じペースで一生食べ続けて勝つってパターンが多かったんですよね。まあ、それはね YouTube 始められた最近でも一緒で、まあ、基本的にねご自身で上げられる動画も1時間ぐらいでこう10キロ以上食べるっていうザ大食いって感じのチャレンジが多かったんで、まあ、そこまでねハイペースで食べ進めている動画っていうのはほとんどなかったように感じます。まあ1時間10キロもね一周回ってハイペースなんですけどね。だからまあ制限時間20分だとね、ちょっと実力完全に出し切れずに終わって、やっぱね45分とか1時間とかじゃないと、まあ、丁寧木下さんのねいいところ出ない、強いところ出ないよねって感じになるかと思っていたんですけど、全然違いましたね。制限時間20分にしっかりと順応され、明らかにね勝ちを見据えて立ち回っておられます。今までとはね確実に何かが違いますね。圧倒的なキャパゆえ、制限時間内にただひたすら黙々と食べ進めるだけでもね十分強かったのに、こんな動き方をされたらね、もう対戦相手としてはたまったもんじゃないと思います。これはねいよいよ面白くなってきましたね。さあ言うてるそばから木下選手10敗目完食、そしてマックス鈴木選手も8敗目を完食され、木下選手をね川大流選手とマックス選手が追う展開や、開始から8分30秒経った現在も行われております。まあ、ちなみにね今回川大流選手は水をなるべく飲まないように立ち回ると対戦前におっしゃられていました。まあ、実際ねここまでほとんどね水を飲んでおらず、まあ、正直僕としてはねよく牛丼水なしでここまで食べられるなって思います。まあ、僕はねあんまりね水普段大食いするとき飲まない方なんですけど、いや卵あるとはいえね、このペースははっきり言って異常です。ちなみにね節水するメリットデメリットは、だいたいねこう卵使うか使わないか問題と似たようなものがあって、まあ、メリットはねもう食材を早く下に落とせるところですね。まあ、基本的にね大食いって食べ物がしっかりとこう胃袋の下に落ちきってから次食べないと、まあ、だんだん詰まってくるんですね。まあ、ここで言う詰まるっていうのは、おにぎりとかをこう腹減ってる時にね慌てて食うと、まあ、胸のあたりに突っかえて苦しくなって、思わずゴリラみたいにドラミングしてしまう、あの感覚のことを指します。皆さんも一度は経験されたことあるんじゃないでしょうか。まあ、コンビニおにぎりとか冷えたおにぎりとかだとねちょっと発生率上がりますよね。まあそこまでね激しくはないんですけど、まあ、あの感覚の軽度な感じ、胸のあたりがモヤモヤする感じが発症します。まあ、これってね食堂に食べ物が渋滞しているから起きるんですけど、まあ、当然ねそうなるとだんだん食べ物が入らなくなってくるんですよね。まあ、しかも一度詰まるとリカバリーにめちゃくちゃ苦労するんですよ。まあ、多分ねこの競技中に起こるとほぼ負けが確定します。だからねそうならないために、本当は食べ物がしっかりと胃袋に落ちたのを確認してから次食べ進めるのがいいんですけど、まあ、そんなねゆうちょ銀行してたら、まあ、これはねこれで勝てないじゃないですか。まあ、そこで登場するのがお水です。お水茶素で食材に水分要素を加えて流れやすくして、下に落ちるまでの時間、胃袋に到達するまでの時間を早くします。まあ、胃袋に到達するまでの時間が早まれば、次の食材を口に運ばれるまでのねこのクールタイムも短くなるんで、ペースが上がるわけですね。まあ以上がね水を使う場合のメリット。じゃあデメリットはというと、もうこれはね説明するまでもなく胃のキャパ圧迫です。まあ、先ほど説明したように、まあ、水で食べ物流すっていうよりは、まあ、食べ物にね水分含ませて飲み込みやすくするような感じなんで、まあ、実はねこう上手い人ほど水飲む回数自体多くても、意外とね1回あたり使う水の量は少ないんですね。まあ、ただ、まあ、それでもやっぱりね8キロとか9キロとかちょっと食べる量がおかしいんで、まあ、チリツモで、まあ、水も1リットル2リットルいっちゃうんですよ。だから当然ねやっぱ水を飲んだ方がペースが落ちるのは早くなります。
で、これらを踏まえた上で、カーザイルさんが水を飲まないという選択肢をされた話に戻るんですけど、この影響がね、出るのはこれ以降の後半戦だと思います。カーザイルさん節水されている影響で、スピードマックスまでね出てないと思うんですけど、その分ね同じ杯数と比べた場合食べてる量はね丁寧木下さんよりも少ないです。だからねよっぽど元々のキャパに差がない限り、丁寧木下さんの方がね先にペースをしてくると思うんですよね。それがどのタイミングで来るのかが重要。もしね木下さんが早めにペースを落ち始めたら、そこからねカーザイルさんがまくって勝つ展開になりますし、逆にね木下さんが20分ギリギリまで粘ったり、ほとんどペース落ちずに完走しきった場合、カーザイルさんがね差し切れず木下さんが逃げ切り勝利する展開となります。いやこれはねもう相当熱い戦いですね。ちなみにマックス選手はね今回ちょっと調子出てないですね。正直大食いではよくあります。スポーツとかやってたことある方ならねわかると思うんですけど、やっぱね調子出る日と出ない日あるんですよね。自分としては同じ感じでやってるはずなのに、あれはなんでなんでしょうかね。しかもね我々普通に過ごしててもなんかめちゃくちゃ食欲ある日と全然食欲湧かない日があるように、本来ね大食いの調子っていうのはねもう日によってめちゃくちゃブレます。僕もねこのレベルより圧倒的に下の位置でいつもブレてます。ただね普段出してる動画って自分のね好きなタイミングで撮影できるんで、基本的にね調子いいタイミングでいけるんですよね。だからこの調子のブレっていうのは、普段の動画ではあんまり目立たないんですけど、今回みたいなこう日程決めてこう複数人で揃ってやる場合だと、こう調子のえりすぐりとか言ってる場合じゃないですか。なんで下振れを引いてしまう日もあります。ね3戦やって3戦同じ結果ならあれなんですけど、多分ね変わってくるとは思うんですよね。なんでまたぜひ同じメンツ、なんならさらに最強メンバー加えてやってもらえると嬉しいですね。僕が見たいだけっていうのは内緒です。さあそしてここでカワザイル選手が14杯目を完食し、ここに来てついに丁寧木下選手に並びました。すかさずね丁寧木下選手を15杯目を完食で引き離しますが、確実に差が縮まってきてます。木下さんね14杯目入ったあたりからペースが徐々に落ち始めてます。落ち始めたって言ってもね15杯目完食にかかっている時間1分40秒なんで、まだ全然早いんですけどね。牛丼1杯2分以下って普通の人ならもう早食いレベルです。牛丼だけでね卵込み6キロ以上食べてこのスピードが出てるのも、これがねちょっと遅く見えてしまうのもおかしいです。さあ残り時間も3分を切りました。序盤から飛ばしていた木下選手が逃げ切るのか、水を耐え忍び足を溜めていたカワザイル選手がまくるのか、最後の最後まで目が離せません。さあそしてカワザイル選手がここで15杯目を完食、また再び丁寧木下選手に並びました。さあ残り時間2分を切り、カワザイル選手驚異的な追い上げを見せております。さあそしてこのタイミングで丁寧木下選手を16杯目を完食、ここに来て再びペースを上げ始めました。これは話が変わってきます。どこにあるんだその体力は。しかしカワザイル選手、その再びペースの上がった木下選手をさらに上回るペースで食べ進めております。明らかに6キロは食べている人の挙動ではありません。そしてカワザイル選手、ここで16杯目完食。残り1分にして3度目、木下選手と並びました。今度は捉えきれるのか。丁寧木下選手も勝利への執念お店最後の力を振り絞り決死の猛攻をしのぎます。正直ねこのバケモンみたいなペースの追い上げにすでに5分近く耐えている木下選手もおかしいです。さあそして残り30秒を切り、杯数はまだ17杯目で並んでいます。もし杯数が同じだった場合、残った器の重量で食べた量が決定。しかしここで丁寧木下選手が17杯目を完食、そして残り10秒を切りました。これは木下選手が勝つのか。おっとここで川沢選手も完食、カワザイル選手も完食、最後分からなくなってきた。はい、毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。
自問食毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。軽量の効果はいい、一応軽量なんですけど、途中で避けたお皿のやつも全部取って測ってありますので、それを全部合計した量になるので、1杯のグラムよりちょっと多くなることもあります。1杯350ですけど、手前に残ってる分があるんで。はい、それでは発表させていただきたいと思います。第3位、間食量 3881g、 マックス鈴木さんです。ありがとうございます。先に一言いいですか。いやもう本当に本当も限界です。本当に出し切りました。と同時に、まあ、この後発表あると思うんですけども、2人にすごいいい刺激をもらいましたね。はい、そんな感じ、気持ちよかったです。ありがとうございました。では第1位のと第2位の発表なんですが、かなり僅差となっておりますので、先にまあどちらかと言わずにグラム数だけ先にお伝えさせていただきます。第2位の間食量は 5917g、で第1位の間食量が 6031g です。まあその 100g もないんですよ。はい、6kg 超えになります。 20g。 最後じゃ発表させていただきます。第5回ガオの1-1-1の優勝、カナイ君です。じゃあ皆さんから先にちょっとこっち。このお二方と戦わせていただいて、やっぱすごい、やっぱ力強くて、うん、僕はまだまだと思いました。僅差ではあったんですけど、負けは負けなんで、自分の実力が足りなかったということですね。また出直して頑張ります。今日はありがとうございます。ありがとうございました。今回素晴らしい大食いファイター2名と戦えて、本当にまずは心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。どうした？ありがとうございます。今後ともフードファイターとして、精進して頑張っていきたいと思います。まずは本当に今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。これでちょっと第3戦終わらせたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。